園田競馬、11レース、兵庫ジュベナイルカップ、1400です。能力偏差値ですが、A ランク1等、C ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、一走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。一走前は1400メートルとなります。 一角角通過順位はオレンジ色の四角です。一走前は1番手となります。着順はピンク色です。一走前は1着となります。枠は緑色です。一走前は5枠となります。馬場状態はグレーです。一走前はやや重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。一走前は今回と同じそのだとなります。馬対重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20マを打っています。4枠4番マオリです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。特に前層は黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連対確率は高いです。距離適性を見ていきます。 距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前はオレンジ色の着順が一着で、紫の丸が1400、1400は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角進入予想図によりレース展開予想を解説します。右側の一角進入予想図ですが、逃げ馬が5頭います。 先行タイプが2頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は鼻を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートを見ていきます 先行力は48でトップです。上がり指数は23で6位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。1枠1番、君のハートです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金層では 黄色線を上回ったことがありません能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1400 1400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は34で2位です。上がり指数は27で2位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠10番、レーナ・ボニータです。能力偏差値は3位で、 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が14003層前は紫の丸が8201400は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は7番手からの競馬です。3走前は4番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は13で8位です。上がり指数は17で8位です。先行力、上がり指数ともに全く評価できません。させない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。 次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠6番、イザグリーンライトです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、2層前は黄色線を5上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1400 4層前は紫の丸が820 1400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は8番手からの競馬です4層前は6番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は9で9位です。上がり指数は25で3位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。ハイペースも味方しそうで、展開面はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠8番、ラピドヒオーレです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。 特に三層前は黄色線を18上回る優秀な指数をマークしています能力的には二番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと三層前は紫の丸が820、820が適距離ですが二層前の紫の丸、今回と同距離の1400では低指数となっています 1400は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で5位です。上がり指数は25で4位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は 若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。八枠九番、ジーニアス・レノンです。能力偏差値は六位で、偏差値ランクは d ランクとなります。金五層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。 一層前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は28で3位です上がり指数は3で10位です平凡な先行力で逃げられないリスクもありますハイペースは大きなリスクになりそうで 展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定白の星を打っています2枠2番ビーチボーイです能力偏差値は7位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩劣りますが連体資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと、四走前は紫の丸が八百二十八百二十が適距離ですが、二走前の紫の丸。今回と同距離の千四百では、低指数となっています。千四百は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、四走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は2。3で6位です。上がり指数は2。3で5位です。先行力は全く評価できません。逃げられない高いリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った4番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。 暫定丸を打った1番のの対対対戦戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定黒三角を打った10番の対戦成績は6番に対し0勝1敗と負け越しています。10番の対戦成績にはリスクがあります。暫定白三角を打った6番の対戦成績は10番に対し1勝0敗と勝ち越しています。6番の対戦成績は高評価できます。 暫定罰を打った八番の対戦成績は十番に対し零勝一敗と負け越しています。八番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二十丸を打ったのは四番マオリです。能力偏差値はトップの A ランクです。距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは一番君のハートです。 能力偏差値は2位の C ランクです。距離と枠順を高評価しました。黒三角を打ったのは6番イザグリーンライトです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離と展開と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは10番レーナ・ボニータです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開と枠順と 対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しました。×を打ったのは9番ジーニアス・レノンです。能力偏差値は6位の D ランクです。展開と枠順にリスクはありますが距離を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば。 必ず回収率向上につながりますぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に、全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは、表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断 適正分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安でこの黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表していますそれではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます二重丸を打ったのは 4枠4番マオリです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同条件のそのだ1400にて黄色線を13上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは1枠1番君のハートです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。2層前は1下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。 黒三角を打ったのは8枠10番レーナ・ボニータです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。2層前は15下回っています。3層前は2下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは6枠6番イザグリーンライトです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は今回と同条件の園田だ1400にて。 黄色線を一上回っています。二層前は黄色線を十下回っています。三層前は二十五下回っています。四層前は七下回っています。評価できる上がり指数を見ていきます。二層前は次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。バを打ったのは七枠八番ラピドフィオーレです。過去五層の指数を見ていきます。一層前は黄色線を十三下回っています。二層前は十三下回っています。 3走前は園田8 2 2にて、黄色線を18上回っています。以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。最後に。 ノートにて公開しております全場全レースの指数グラフ pdf をご紹介いたしますノートの url はこの動画の説明文に記載しておりますのでぜひご利用くださいこのシートは過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです次のシートですこのシートは動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は、展開分析のデータとなる。各馬の先行力とその順位、各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について、勝利確率、推奨ランク、適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。 この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。